出ていってっていうのが繰り返しですよね。そうですね、今もちょうどコーチと話をしに帰ってきましたね。いやー来た、サイドが空きました。コントロール、アメはためる、引きつけてシュート、先制フロンターレ。ワンチャンス確実にものにしました。絡む人は絡む、まあ、剣豪からのパスからですけどね、はい、まあ、中盤で奪ってもう即カウンターに来ましたね。うまくいってなくてもやっぱこれがありますからね、一番効率的にはいいですもんね。そうですね、シュート回数浮かすんですよ、ちゃんと肩口を、ほんといろんなパターン持ってますね、阿部はシュート、シュートコースがキーパーからしても読めないですね、いろんな形持ってるんで本当に今のは。